一番街駅は、マンハッタン区にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅である。グラマシー、スタイベサントタウン、イーストビレッジの境にあたる一番街東14丁目交差点に、あり、終日 L 系統が停車する。入り口一番街駅は、カナーシー線のマンハッタン区内最東端の駅である。駅の東でイースト側の下を潜ると、ブルックリンクウィリアムズバーグに入る。 相対式ホーム2面2線でホームには柱はない。ホーム壁面には BMT スタイルのタイルモザイクの帯と駅名標がある。最初は1の名番が等間隔に設けられていただけだったが、後にタイムズニューロー満帯でファーストアベニューと書かれた駅名標が設けられた。1983年9月にはニューヨーク交通警察の白人警官6人が 駅壁面に落書きをしていた黒人のマイケル・スチュワートを殺害する事件が起きた。警官たちは裁判にかけられたが、陪審も全員白人であり、無罪が言い渡された。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは、アベニュー A の入り口にエレベーターを設置することを検討している。改札は各ホーム生誕のホームより高い位置にあり、地上への階段は、 南広ホームは一番外と14丁目交差点の南東に一つ、北港ホームは同交差点北東に二つ接続する。なお、改札はホーム別に異なっておりホーム間連絡通路はない。ありがとうございます。